だがまあ本質はどちらも同じだ。問題の根っこは一つなんだよ。心だ。けどそれって考えてわかるもんじゃないじゃないですか。わからないか。ならもっと考えろ。計算しかできないなら計算し尽くせ。全部の答えを出して消去法で一つずつ潰せ。残ったものが君の答えだ。それでもわかるもんじゃないんじゃないですかね。なあ、計算が間違っているか見落としがあるんだろう。また計算のやり直しだな。あんたむちゃくちゃだ。バカ者。感情が計算できるならとっくに電脳化されてる。計算できずに残った答え、それが人の気持ちというものだよ。まあそういう私も計算違いばかりしているから結婚できないんだろうけどな。この前も友達の結婚式があってな。いや、そりゃ相手に見る目がないんですよ。え？俺があと10年早く生まれていて、あと10年早く出会っていたら多分心底惚れていたんじゃないかと思う。そんな家庭に意味はないけれど。なんだ急に。